いや申し訳ありませんでした。はい。もう寝る時間が おかしくなってしもうて寝る時間が変になってしもうて何のせいで。朝の7時ぐらいに寝て昼の1時2時に起きるというわけのわからん生活になってしもうて。何のせいで。いやずっと実況ため撮りをしていたら、はい、なんかおかしくなっちゃったんだよね夜中にやってる。うん、もう夜中のはもうはかどるんですわ。はい、申し訳ございません。なんて。すいませんでした。明日からね、はい、真の YouTube の再開活動をしますんでね。楽しみ待ってる人がいっぱいいるよ。ごめんなさいね、ほんと2週間ぐらい逆詰めとかサボってほんと申し訳ないんですけども、はい、来週からまた復帰していきますんで、はい、ほんとかそれ。なんとか動画と両立していきたいと思うて言うのですが、はい、ちょっとね侍口調になってきて実況を撮ってるせいかうぜえ何が侍？侍口調がまた復活してしまって、はい、いや実況撮ってるとどうしてもやっぱり坂本龍馬のキャラクターが前面に出てきますから、はい、どうしてもやっぱり武士っぽい口調そして度胸をはらんだこのドスっぽい声になってしまうのは致し方ないというところがありしもうてマジ切腹しまえよもうすまぬすまぬ許そう。なんともねどうにかしたいところですがね、キャラクターがおかしくなるんですよね。そうだな、いつもと雰囲気違うもんな。坂本のキャラが変なふわふわしてしもうて、まあ、とにかく明日から、はい、まあ、1日延期させていただき、うん、明日から真の、まあ、切腹かけますんで明日は首と腹と三段腹全部かけるんでお前三段腹じゃないよ俺だべ。三段腹切腹みたいなのをするんで3つ竹地半平太よろしくやりますんで、もう追っかけれますんでよろしくお願いします。ヨートシックスパック、ね、新幕末ラジオ第48回こんばんは、はい、坂本龍馬そして中岡慎太郎、この両名なんですけどもね、はい、今週はねゲーム実況を撮りつついろいろとねまあ事務的なことをやっていたんですが事務的まあ、爆音開発室ってところがあるんですよ、はい、ありますね。で僕の法人名義で借りて、うん、実際僕行ってないんだよね借りてる人間は爆音開発室実際行ってるのは、はい、K さんと大久保さん、はい、過去に M さんが、2ヶ月ぐらいこっちに来た時に泊まってたぐらいやとは、うん、はい、いたとこね。で基本的に K さんと大久保さんのホモ部屋なんだけどもうね2年半くらい借りてるんだよね、はい、で契約が、はい、2人で契約が満期になってておお、まあそうそう次行こうかって話になってるんですが、今いるところはダメなの？いや全然ダメじゃないんだ。いやダメなんだわ。どっち？環境どっち？いや部屋的には全然問題ないんだけど、はい、僕見てないところで、うん、K さんとか大久保さんが泊まりがけで作業してるんだよね、はい、しかも状態化していて、よろしくない、状態化していて一日中やってんでしょ。それで勝手にブラック企業とかほざかれても困るんですよね一回いちいちあの人たちこっち監視してないからな。僕ら全く僕監視してないところで、はい、まあ、今日は泊まりましたとか、はい、いやこの前2人で泊まってみたいなことを言われると、なんかサビザン自慢みたいになってくるのがちょっとね、飯も自分で用意してな、いかがんぞいや飯僕が差し入れてんだよね。差し入れてるよ。そう、はい、のどばしでまとめてなんかそばとか買ってあげたらすぐなくなるんだよね、うん、カップラーメンとかでしょ。自分家買えないんですよあの人たち。食事代削減だ。 K さんの奥さんいんのにさ、はい、奥さんと子供いんのにさ、わざわざ爆音開発室に泊まるんだよ嗅覚とか行った帰りに。それ本当に爆音開発室いるのかと言いますと、なんか姉ちゃんがいるお店とかよ爆音の名を語りながら。いやそれでなんか最近調子が悪いとか、はい、体調がとか言い出してきてそのあなたたちが止まってるからでしょと。無理してるからな、うん、でまあ M さんも今香川にいて、うん、はい、まあ、M さんは完全にリモートワークでいろいろゲームを作ったりしてくれてるんだけど、はい、M さんがヘルニアになったのがもう去年の2月とか3月なんだよね、うん、そっか1年以上経って、はい、一切治んない腰が。未だに未だに1日の半分寝たきり状態でパソコンを叩いてるですよ。それまずいね。まあ、なんでかって思ったら、うん、あの人もなんかずっと仕事をしてるんだよね。起きてから寝るまで起きてから寝るまで、はい、メリハリが全くついてない、うん、うん、
ずーっとやってて、休みはありますか、いや休んでますよ、気持ち分歯切れ悪いんだ、気持ち分休んでる感じですって言って、はい、なんかあの人もまたメリハリがある仕事ができない、まあ僕もなんだけどさ、はい、僕は僕でだらだらやり続ける、生活リズムが狂うぐらいやってるから、いや、うん、僕はいいんだよ、うん、僕は実に自分のやりたいことやって体を壊しても、まあ、それは自業自得なんだけど、はい、M さんたちってそうじゃないと思うんだよね、うん、腰も直してほしいし、健康のために、だからもう次の爆音開発室バージョン2は、はい、宿泊施設がない、本当に事務所を借りようとしてるんですよ、貸しオフィスみたいなところ、デスクワークオンリーみたいな、デスクワークオンリー、そう、はい、ベッドとかあるでしょ今爆音開発室あるんだ、うん、寝れる、そう、そう、はい、仮眠スペースがあるの、そのなしにしたいんだよね、じゃないとすぐ公私混同して泊まってったりする人たちいるから、うん、ということで、あの今週 K さんと一緒に、はい、あの札幌駅とか大通駅付近のレンタルオフィスを結構探して実際見に行ったりしたんだけど、はい、まあ高いんすわ札幌駅、そうだろ、そりゃ高いだろ、今の爆音開発室が月家賃7万ぐらいなんだよね、普通の、まあ、そこそこだと思う、普通のアパートじゃん、普通のマンションだからさいわゆるでも、うん、大通り駅とか周りに行くと、うん、15万ぐらい月出しても結構ボロボロのが来るんだよね、倍でボロ、1972年地区みたいな俺らより年上だね40歳みたいなさでボロボロになってて、はい、そういうとこやっぱ土地が高いからベースのね、うん、でもそこにした方がまだマシかなと思ってるんですよ、で結論 M さんもこっちに呼んで、おう、であんたもよ、中岡さん、あんたも、はい、僕ん家から帰ってからやってるでしょ、はい、それで、ね、知ってんだよね僕だって終わんねえんだもんだからそのさしょうがねえでそれで体壊してさ、うん、しまったら元も子もないんですよ、おお、一応一番気にしてるところなんで僕も、はい、はい、頑丈だけどな、いやダメだよそんなこと言ってるやつほど行くから簡単にいきなりだから今度は、はい、事務所を借りて、うん、そこに全員ね、はい、朝9時から、はい、夕方5時までみっちり缶詰してその後帰ってくださいと、帰って一切いないで帰って、いやもうやらないでください帰ってて持ち帰ってな頼むからもうやめてくださいちっちゃい USB 買っとくわそんなあの味やんなくてもなんとかなるからそのやめてくださいもうお願いはい、そうやってほしいんですよね、メリハリつけてな、ちょっと事務所今探してるんで、いいとこ、いいとこ探してよ、いや高いんだよな、15万のボロよりよ10万40万くらい、40万くらいだよ、40万もしたらお前もうガッチリいいとこや、そんなの JR タワーとかだよ月40万ってマジで財布痛いの社長だけでしょ、そう俺ら痛くねえからよ